三代田町は長野県北作郡の町。町の北部には浅間山の裾野が広がる。北海道北見市と並びカーリングで知られている。長野県中東部に位置し、品野鉄道線が東西に横断し、並行して国道18号、南北に旧中線道が走る。上信越高原国立公園の区域に含まれる。湯川渓谷、お大宿北部の大沼。 塩の地域は和名類受賞のお沼里にあたる。町の南西部のお台には中世からお台城があり、1547年にはお台元の戦いがあった。近世は旧中仙道の宿場町のお台塾として栄えた。1950年式、ポットスチル気候風土に適した精密工業、食品工業が盛ん。高原野菜の産地としても知られる。近年は、 西軽井沢高原ミヨタとして、秘書地、別荘地下も目覚ましい。農業は、1960年頃より、稲作から、キャベツ、白菜へ、1965年頃からは、レタス栽培が盛んとなった。工業は、1955年頃より、工場誘致を行った。かつてはメルシャンが、軽井沢ウイスキー蒸留所を所有したことあったが、閉鎖された。エコールミヨタ。 多目的ホール、教育委員会、公民館、三代田町立図書館、浅間城門ミュージアムが入居する複合施設。三代田駅その他、東日本旅客鉄道北陸新幹線が当町を通過しているが、駅はない。進学時見へと、ありがとうございます。